タクタクからのお願い。この動画は縦動画です。スマートフォンを立てて、全画面表示を押すと、とっても見やすいですよ。ぜひ試してみましょう。はいどうも、タクタクです。青に2やっていきましょう。うん。前回で終わりだと思ったんだけどね。なんか、ヒカキンさんの <laughs> ヒカキンさんの動画をちょっと、チラッと見せていただいて、まだ全部見てないですよ。見てない。 うん、見てないんですけど、裏技があるよという動画でした。はい。興味のある人は、ぜひ、ヒカキンさんの動画を見てみましょう。あんまりね、人の名前を言うのは良くないんじゃないかというお話も聞きますけども、別にね、俺はいいと思ってる。<laughs> そう。リスペクトしますからね、ヒカキンさん。えっと、ニケ、ニケちゃんと入れると、なんか、ニケちゃん編っていう、 のが遊べるらしいここから行ってみましょう。地下10階。これはどういうことなんだろうね。地下10階から、ちゅうチュ行けっていうことなんですかね。地上まで。まあそういうことなんでしょうけど。で、セーブする場所をちょっと、固定しようここ。結構いろいろできちゃうから、ここでいいか。 ここにセーブをして、いちいち、いや、一番上にしたいな、でもな。拓郎編潰してもいいような気がするけど <laughs>。ま、あいいや。えっと、これ、あ、動ける。てか、ニケちゃんぐらいちっちゃかったら、青鬼とか別に怖くないんじゃないかなっていう。これあれだよね。ちょいちょい出てきたネズミたんだよね。あ、なんか、よく見たらさ、木場のおもちゃみたいなのがあそこにあるね。うん。 んーとこの先に行けばいいのかなこの先に行く。うーんー、お怪しい。ドアはびくともしないようだ。隙間もなく通れそうにない。なんかそろそろ出てきそうな雰囲気出てるよね。そんなことない。なんか特、あわかった。あそこだね。ニケちゃんはだって、なんつうのこういうなんかネズミの作った穴みたいなね。 トムジェリーのネズミの巣みたいなところに移動してたもんねこっち行ってトムジェリーって言ってもわかんないかなトムとジェリーわかんのかなこれなんだろうあっこれかえ鍵鍵なんか使えるんですかおき来た嘘来るのさあこれやられんのそれは興味深いけどえちょっちゃんってセーブしてないかなでもなおお大丈夫だったやられんのかな やられなさそうな気もするなすり抜けるみたいなじゃあどんなゲームなんだよこれはっていう <laughs> 感じだよねここあ使えるのネズミですよ <laughs> やばいもうちょっと雑なツッコ入りたくなっちゃったにけちゃんはえっ、ー、と地下10階の脱出に成功したうはもうすぐまだまだやんにけちゃんとか言っちゃったけどニケちゃん と、イントネーションがおかしいんですよ、私。うーんー、めんどくさいなたけしのこっちの方を潰したい。いちいち下まで降りるのがめんどくさいね、セーブがね。うーんーと、ちょっと待って。いや、面白くなくはないんだよ。面白くないとこはでも押させてくれ。動画の進行上、申し訳ない。えーと、青銭にもらういや、いいわ。今はいいや。お なんだこれ矢印みたいになってるでも、うん、こっちっぽくねうわっあっち青い足跡がすごいあるなここはおここ入れるんだここは変わんないんだよね他の主人公たちとね、まあ、でもこっち行きたくなるよねそれが人の心というもんだよねえ待ってるよ大丈夫かなうわっやばい来たええー、やべえ でも待って、俺、神回避キルやばいが、ふんほら、見た。常人には。あ、待って、はっはっ途中まで良かったんだけどな <laughs>。あそこ <laughs>、あそこを、もかわせるというね。よし。うーん、つまり右に行ってはいけないということだね。左に行こう。素直に進行方向を、えこれどうすんのおお、なんかある。 あ、待って、どうするこれ。かわす戻るまだ追いかけてくるよ。ほっどうすんのこんな。またここでほっお、巻いた巻いた。まだ来るあ、来ない一回出たらもう来ないんだ。大丈夫お、やった巻いた、巻いた。意外と軽く巻けたな。セーブして。 なんか今、今んとこ、このセーブを分ける意味がないということに気づいたんで、これでなんとか大丈夫でしょ。あ、鍵ゲット。え、でもどこの鍵 ?8 階。あ、さっきの青いところの。こうなんか隠れられる場所みたいなのあったのかな、ここ。あんな雑な避け方したけど。あ、ベッドにしな隠れる。ベッドにしな隠れた。あ、できるんだ。え、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 え。 急に青鬼出てきたよ本来はああいう風にかわせなきゃいけないのを俺が力技で避けたからってこと <laughs> もう想像、ね想像、想定外の避け方で避けたってことよね。この青鬼を避ける反射神経。これをね、もうちょっと FPS とか、 TPS とかそういうシューティング系のゲームに生かせたらいいんですけど大体すぐやられるんだよね俺はいハッカー行ったなんか意外とサクサクいってんなはもうすぐ、okay、おまぁ、あ、各回セーブしようかちょっとセーブが多めで申し訳ないですけどこれでこのまま行っちゃっていいのかなおいるよ バレてないまだレディーゴーってことこれはあ来るよねそれはねこっち行ってみようかほっあ意外と大丈夫えどういう仕組みこっち行くとあ、いない台所だねキーチェンんなんかあんのか何もないなここはあいるお、後ろを通り抜けて イエーイあ、そういうことか、そういうことか。7回の方がいい。あ、な、今セーブして、もしかして積んだらどうしようと思っちゃった。これで、この隙に、はいはい。こういう感じえ、でもこれさ、あそこでずっと待ってるってことはさ、うわ、これ、意外とむずいぞ、多分。たけし編潰してもいい。いや、それはいかがなものか。 こっちの拓郎辺をちょっと潰そうちょっとなぜセーブを分けたかは謎だけど分ける必要ない気もするけどここから行くとお意外と来ないあ来たこう来てああっかけて来ないなえどうやって鍵使うんだろうこう回ってけってことそれしかないよねえこんなんすぐ捕まるじゃんほら え、どこから行けばいいわけ正面から行くしかないよ。も。しょっおっあっ <laughs> ここまで来たよ <laughs> こ,ここまで来たよちょっとここまで来たけど来たけれどだからなんだっていうねだから何なんだっていう。 こうまっすぐ。お、来たおおこういうことだったんだね。もう力技だったのどっちにしろ。7回。すっげえ時間かかったな、ここに。10分くらいかかったかもしれない <laughs>。じゃあちょっとここ見て。ん何があるわけなんもないね。見たいな感じね。ここに入るとん なんか青鬼っぽくていいここのステージうわっ暗っ暗いよニケちゃんでもネズミさんだから明かりとか使えないと思うよ鍵がかかっているようだえここ素直に行けんのこれも上の階へあなんかいろいろ置いてあるなこれ何ん謎えあなんか落ちてる何だろう お隠し扉の鍵。あ、大丈夫、出ない。なんか青に出そうかなと思ったけど、出ないね。こっち行くと隠し扉だからね。お怪しい。えぇ、ー、え、よくわかんないもん。これでしょ、多分隠し扉って。鍵のかかっている引き出しだけ、取っ手がカラフルに色が並んでいる。 青、白、赤、黄。青、白、赤、黄。青、白、赤、黄。わかんないよ隠し扉。ここに置いてあるの、これはなんか意味があるのあ青。2だね。青、白。2、6。赤、黄でしょこれ隠し扉だよね。<laughs> 絶対違うと思った。 え赤キー赤キー隠し扉どこ暗くてわかんないんだけどこれどっかに隠し扉があるんでしょうねお進めるよえ次の扉どこんここで青に出たら俺終わるよん進んでんのえわかんないえああ持ってきた隠し扉 うーん。進んでんのか止まってんのかもよくわかんないな、これ。これで戻っちゃうもんね。んもういしちゃった。隠し扉なんかないぜ。ここのどこかにある、ああれじゃね これでもどうやって行くんすかこれ。ネズミだしさ。ネズミなんだしさ。おお嘘だろニケちゃん。嘘だろニケちゃん。嘘だろニケちゃん。ネズミだよね。ここの鍵か。はい。青、白、赤、黄って言ってたかな。赤が3。黄色が1。いや、ちょっと待って。怖いな、これ。 ちょっとセーブさせてくれ。なんか青に出てきそう。ここには何も。あ、ベッド隠れられない、ここ。来ませんようにと。大丈夫かな。なんか校長先生、これ。偉人たちのあれが。3、1だよね。見る限りね。3、1。 2631ってことでいいのかなそんな安易な番号これ簡単すぎるぜ。だったとしたら。26312631 26。26。青白赤黄だよね。青白赤黄二2631。ほんとかな二2631。答え。 起来た。来たぜ。マッチ。え、マッチ <laughs> ネズミですよね。<laughs> 確認ですけど、ニケちゃんって、もしかしてネズミじゃないのかな違うのか。ネズミじゃないのかニケちゃんってそういえばあれか。飼ってたネズミか。なんか餌とか探してたよね。 ここで、マッチを使用する。ね、あ今、ネズミでも頑張ればとかちょ、ちゃんと読めばよかった。使えるんだよ、みたいな、メッセージが今入ってたような。ネズミは頑張っても使えません。あ、これをえ、違うの。おこれ絶対来ると思った絶対来ると思ったほっルート覚えてないけど、噛んで、あっおー間に合うかあ えぇねえ !7 回の達成成成功した。チはもうすぐ地下6回。はいということで、もうぐったりですわ、これだけで。<laughs> ニケちゃんはとりあえずスーパーマウスだということがわかりましたね。うん。ディズニーのミッキーマウスもびっくり。<laughs> すごいよ。だっていろんな、ね、こんな小柄なのに。 こなしはいということで次回も逃げちゃんの活躍をご期待くださいもうホラーゲームじゃないような気がしてきたなはいではバイバイご視聴ありがとうございます今回の動画はいかがでしたかよろしければチャンネル登録コメント評価ボタンもよろしくお願いしますチャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップパソコンの方は ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてくださいツイッターの検索バーからもタクタクで探せますツイッターでは最新動画の更新情報ライブのお知らせイベントのお知らせや タクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないと、お仕置きだべ